醤油厳選豚バラブロック、醤油を注ぐ、喧嘩、弱火で1時間煮る、肉を引き上げて切り分ける。これが今回のチャーシュー。残った醤油がタレとなる。玉ねぎみじん切りする。炭を落とす。この炭火の効果は絶大。海苔を炙る。何枚用意したって構わない。湯を炭にかける。丼を温める。ノンフライ麺でなくガチフライ麺が適している。茹で始める。湯を捨てて九段のタレ、アルデンテに仕上がる不思議。茹で汁を注いで麺を流し入れ整える。トッピングの麺々、いただきます。うめえなー。大将、帰れまいっちょ、マルタイで。おい、お待ち。